はい、どうも、こんにちは。今回またライフイズストレンジ続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、クロエがなくなっ、クロエじゃないわ。ケイトがなくなって、次の章に入って、で、まあちょっと悲しみのね、悲しみの一日というか、悲しみを、他の生徒の悲しみを見て、で、マックスはというと、まあクロエと共にね、じゃあ、そのケイトだったり、レイチェルの謎を解こうとして、今学校に忍び込んでんだよね。で、学校に忍び込んで、今から校長室を爆破してやろうかなと。校長室の扉を爆破してやろうかなってとこだな。とりあえずやっていこうか。おい、クロエ。帰ってきたぜ。秘密道具持ってきたぜ。クロエ。真打ち登場。え、これ大試丈夫してみよか？めう。ちドゃカくーちゃ、ンとね。めよっちゃしゃ、くちゃうるさい派手にぞ。行こうぜ。大火丈を夫いただけか？るかしら。たまんないぜ。もうバカじゃん。絶対バレるっさあ、て。離れて。クソうるせえでしょ。てか、マックスもなんだかんだ作ってるし。ほらマジ最高。音でほらもう、BGM もほやっら。ちゃった。ほこれら。じゃ警察と消防が来ちゃうって。どうするよ。黒めちゃくちゃ不安そうな顔してんじゃん。なんとかしああ、ないもうと。この中でやんないとダメなの。これ絶対時間制限来るな。ねえ、これ背面調べるみたいな感じじゃないの？どうすんの？わかんねえよ。どうすればいいのかな。わかんねえよ。どうすればいいの？俺もどうすればいいのかなだよ、今。何これ？そこまで戻るか。なるほどね。アンロックする。やば。絶対開けてマックスに嫌味言ってやる。ええー、もうどうマッすクればスいいやさ。ば。マックスやば。どうぞ上がってって。魔法かよ。どうやって入ったんだ。そっ教えろか、よ。そういうこともできんの友か。達のおかげかな。マッよし、クス早やく始べえめよう。よ。お前力やに頼べえれよ、おる、前。ここまで。はあ、道理で鍵なんかかけてるわけだ。どれもこれも高そうなもんばっか。マッ悪ク趣味スだやな。べえよ、お前。その瞬間移動の能力持ってるのやばいな。なんだこの鳥、ほんと趣味悪い。退学になってよかったよ。それって校長の趣味が良ければクロエは退学にならなかったってこと？ほっとけ。私は机の上の書そっ類をか、でも取る。そう、今確かにそうだね。黒いのなんかヒントがあるかもしんないね。退学になった。この椅子、ダサいけど座り心地は最高。ダサいか？そんなもんでしょ、普通。写真撮ろうか、マック今。ス、分かってるよな。レイチェル、ケイト、ネイサン、誰でも、何でもいいから手がかりを見つけよう。任せといて。ああ、パソコンガンガン開くな。てか、ロックぐらいしとけよ。パスワードぐらいかけとけよ。あ、ケイト。あ、待って、ちょっと待って、ケイトのことがまとめられてる。気弱で優しくて、学校では浮いてた。これ調査資料かな？うわあ。学生情報誌とケイトビバリーマーシュ。GPA3.9。結構いいじゃん。ケイトマーシュはブラックキュラーアカデミーの生徒の中でもトップクラスです。彼女は常に良い成績を収め、楽観的な態度でしっかりと学業に取り組んでいます。ミール・オン・ホイルプログラムでの課外活動は KBAY7 ニュースに取り上げられ、主催する多宗教研究グループはブラックベルの幅広い学生主導の宗教プログラムの中に名を連ねています。彼女はまた学校史上最高クラスの出席記録を有します。いいね。ウィルス校長、学校の看護師としてケイト・マーシュが最近何かしらの精神的または物理的な外傷を経験したように見えることを報告します。私は彼女と少し話をしましたが、取り乱した様子で話も漠然としており、詳細を聞いても話すことを拒否しました。彼女から目を離さず、クラスメイトから事情を聞いていじめがなかったかどうか確認する必要があると思います。よろしくお願いします。アン・バリー・ブランチ。ブランチさんが言ってくれてんじゃん、校長に。現在、学校警備がボルテックスクラブのパーティーで撮影されたと思われるケイト・マーシュの動画について調査しています。動画は彼女の同意なしにインターネットに投稿されており、本人はパーティーの途中で病院に連れて行かれたと話しています。
とファイル2つだね。ああ、他の子たちのファイルもってことか。てかウォーレン、今メール来たよな。爆弾魔さん、情は爆破できたか？違うって、爆破物の知識の抜き打ちチェックだったんだって。それとウォーレンの芸術的なイラストを見たかったの。へえー、すごいな。普通にね、ちゃんとじゃあ爆破したわけじゃないってことを伝えたんだな。絵の具をこぼしたようなひどい絵。ひどいな。あ、調べようぜ。山積みになってる。探せないか。そうだよな。あ、いっぱいあんな。あ、怪しくないこれ。関係ない。なんでこれ一個だけあんの逆に。おかしい、こいつの記録に問題点がないなんて。あ、ネイさんか。ネイサン・ジュシャ・プレスコット、 GPA3.7 結構優秀だな。ネイサン・プレスコットは素晴らしい成績を収めているだけでなく、アルカディア・ベイ・ホームレス基金などプレスコット家が代々ブラックウェルで続けてきた様々な課外活動を続けています。またネイさんは学生と教員たちに慕われています。教員たちに慕われてるっておかしいだろその表現間違えてるよ。彼はブラックウェルの誇りです。自分のファイルだ、読まなくないわけがない。あ、マークシン・コールフィールド 2.8 って結構勉強できんだできなくないか。普通よりちょっとあれか、ところどころ悪いところがあるぐらいか。本人はマックスと呼ばれることを好みます。彼女が撮る写真は大きな可能性を秘めており、物静かな気配りのできる学生です。彼女の成績はムラがあり、本人ももう少し努力すべきだと認識しています。教員も彼女が静かながら理知的な生徒であると話していますが、一方でいつもおどおどしているところや少々おせっかいな面があるという意見もあります。授業においてももっと自信を持って発言するようにという教員もいれば、口を出しすぎだという意見も見られますがこれは具体的な提案というよりもクラスメートの意見のようです。ブラックウェルの警備と対立していましたが、本日友人のケイト・マーシュが屋上から飛び降りるのを止めようとしました。この件については引き続き調査中ですが、彼女の勇敢さには議論の余地がありません。どうせ優等生って書かれてるんでしょう。ビクトリア・マリベス・チェイス 3.9、 やっぱ培ってんねビクトリア・チェイスは常に優秀な成績をキープし、写真家という目標にふさわしい課外活動にも力を入れている我が校の誇るべき優秀な学生です。ビクトリアはボルテックスクラブをはじめとするブラッケルの愛校精神及び歴史に貢献する活動に力を入れている点においても教員から高く評価されています。ウォーレンに犯罪歴がないか確かめないとね。ウォーレン・グラム、GPA4.0。やるじゃん。一番お前いいじゃん。なんで科学 B- だったんだ今。ウォーレンはブラックウェルの歴史ある科学科にふさわしい非常に優秀な生徒です。良くも悪くも口が甘く、一部からは科学の知識を生かしたいたずらを仕掛けているという訴えもありますが、科学のグラント教諭は未確認だと話しています。ウォーレンが学業に集中し、輝かしい未来に向かって進み始めることを期待しています。ファイルはあと一つ、きっとどこかにあるはず。これは？うわ、いっぱいあんね。レイチェルは特に問題を抱えてなかった。ああ、そっか、レイチェルのファイル見れてたな。警察の捜査についてはあまり記載がないな。レイチェル GPA4.0 じゃん優秀だな。残念ながらレイチェランバーは先月から授業に出席していません。また先月から彼女は生徒や教員に接触した形跡もありません。彼女の両親も彼女がどこにいるか見当がつかないと話しています。彼女が一日も早く戻ってきてくれることが我々の望みです。概要、レイチェランバーはブラックエルアカデミーの中でも最も優秀な学生の一人です。彼女は学業だけでなく多くの課外活動においても秀でています。学生と教員の両方に人気があり、ブラックウェルの生徒らしく学問とリーダーシップにおいて輝かんばかりの才能を発揮しています。彼女は国際弁護士からモデルまで様々な職業を目指しており、我が校がサポートすればその目標を全て達成するであろうことは明白です。めちゃくちゃ優秀じゃん。クリス・ロッチ警部補です。レイチェルの調査が公式に終了したことをお知らせします。私たちは常に希望を持って調査してきましたが、何も得られませんでした。アルカディアベイにまた一つ謎が増えてしまったようです。私たちは今後も彼女を探しますが、これが今できる限界のようです。へえ。これじゃ退学にした校長を責められないよ。うん。本当に不良だ。ああ、クロエ・エリザベス・プライス。1.7 はやばいな。あ、でも 1.7 だったらあれか、かろうじて平均的に、取ってはいるのか。クロエ・プライスは教員と学校管理部による懸命な努力にもかかわらず、彼女の問題行動が収まることはありませんでした。クロエは宿題を
ほとんどせず、ほとんどの教師に対して好戦的です。不適切な発言や仲間の学生に失礼な態度で何度も混乱を引き起こしました。最近では駐車場でスプレーで落書きをして停学になっています。クロエは可能性のある優秀な学生であるにもかかわらず、わざと反抗しているように思います。このわざと反抗しているように思いますってのもなんかあるけどな。これで全部見つけたはず。クロエに合流しよう。見てみようぜ、ウイスキー。この学校の校長なら無理もないよね。まあまあ、ストレスがね。クロエ、どこいる？ああ、これか。ブロンズの鷹。近くで見ると悪くないね。いや、お前、近くで見たじゃん、お前。反省会の時に。反省会の時、真横にあったぞ、その鳥。自分の署名がこうして結果を生むなんて最高。グラント先生頑張れ。深夜なるグラント様、ブラックエルアカデミーの校長としてあなたが行っていた新しい監視システムの導入中止を訴える署名活動が十分な署名数に達したことをお知らせします。私は生徒及び教員にも学校運営に関わるべきという当校の方針を尊重し、この議論に関してはどちらにもつかないようにしていました。しかし今回の件で監視カメラが議論の的になることを認識しましたし、プライバシーの侵害を懸念するあなたの考えにも共感しました。ブラックエルの生徒に声を上げるよう導いたあなたの熱意に敬意を表します。表します。彼らも今回の署名活動の結果によって力を与えられたと感じるはずです。よかったじゃん。あ、あるよ、ファイル。姉さんの父親も人を脅すんだね、カエルの子は。ああ、校長に？エレス校長、最近の私の息子に対する悪意のある主張や停学処分等を考慮すると、ブラックエルアカデミーへの多大な寄付も中断せざるを得ないと考えております。もちろん姉さんに謝罪文を書かせた上でブラックエルに復学させてくださるのであれば考え直します。またケイト・マーシュの起こった悲劇的な出来事により戸惑っていることとは思いますが、木曜日のボルテックスクラブのパーティーを中止することはブラックエルアカデミーにとっていい決断だとは思いません。あなたが再考し、私と同じような結論になることを期待しています。脅しだね、確かに。マックス、ちょっとこれ見てみろよ。何や、何、動画？レイチェルが麻薬を所持しているとネイさんが訴えた。私に悪影響が及ぶと考えたクソ親父もそれに同調しただと。デイビッドとネイサン・プレスコットが組んでるならまずいね。ネイあサン・プレスコット3世、大した名前だぜ。プレスコット家はネイサンの本当の記録を金でもみ消したな。あ。まあまあ、学業そう不や振、な。教師からのクレーム謹慎処分。私よりひどい。とりあえず姉さんは停う学になったわー、け嫌ど、だな。そっちのノートは？開いて。闇を感じるな。ただの落書きだろ。違う。ほら、レイチェルは暗い部屋の中、暗い部屋の中、何？それが永遠と。イカれてる。どういう意味なんだ。姉さんはマジでおかしい。頭おかしい絶対な。レイチェルの失踪に関係してあ、る。写真も結構墓場だったしこな、れさっを見て。き。デイビッド M はいつも聞いてくる俺の頭の中のこと。デイビッド M が従うルールに俺も従う。何なの？こいつらグルなんじゃないのか。相当来てるな。デイビッドはケイトや私に絡んでただけじゃなく、レイチェルにも嫌がらせしてた。ガレージにもあるあいつのファイルを調べるしかないね。う嫌なやつだ情な。報は手に入れたし、さっさと帰ろう。気をつけるよ、で帰り。も、その前に手土産を。何？この椅子はダメだからね。心を読んだのか？それとも、私が椅子を盗もうとして巻き戻した？無理だややろ。こしいな。大きすぎるわ、バ親友だからカ。考えてることくらいわかるよ。もう出た方がいいよ。調子に乗りすおっぎ。と、これは何かいな？ろいろ見つけるね。マジかよ、金だ！ラッキー！それはダメでし障ょう。害者基金にしては大金だね。5000ドルある。今夜中にフランクに金を返せるぜ。これで奴の気も収まるだろ。5000ドルもあんの、そこに椅子って。なんだよその顔。うん。まさか巻き戻して独り占めする気か？説教よりはマシだけど。お金を盗む、盗まない。いやー、これはでもなー。でもファイル盗んだから、誰かが入ったっていう形跡は残ってるわけじゃん。でも学校から盗んだってことはバレないんじゃないの？ファイル盗んでるから結局なんかそれなりに重い罪課せられんじゃん、言っても。こんなの、
そんな盗むとか選んだらあれじゃん。俺が悪いやつみたいなんじゃん。いやまあでも俺がリアルにマックスの立場だったら、いや盗むのはまずいってとは言うけどね。だからまあ。本当に障害者基金を盗むつもり？フランクに借りがあるのは知ってるけど。まあ、盗むのはまずいってとは言うよ。私の力で守るから。札束にも魔力があるんだよ。うん、でもマックスの言う通りだ。クロエ。多分。そうと決まったら早く行こうぜ。じゃあなんか証拠消せよ証拠。あのお金は惜しいことをしたかも。5000ドルってやばいよな。あでも50、50、あの50万ぐらいだったらそっか入るな。普通に引き出しに。嫌な予感がするな。あーこれあれだ、オープニングだったやつだ。今ならプールに誰もいない。泳ぐってこれ以上無茶する気？いろいろあったし金も諦めたんだ。フランクに殺される前にオープニングだったら作るぞ。ハメ外したっていいだろ。オープニングっていうか次回行こうか。ちょっとだけだって。そうだね、それもいいかも。行こう。来るぞ。いいノリだ、だんだん染まってきたな。まさか違う？え、ちげえの。オープニングっていうか前回の次回予告であったやつじゃないんだ、もはや。ちゃんと出てんじゃん。あ、今から行くのか。あ、そっかそっか、これがあれか。お、入ったことないよね、ここ。本当に来ちゃったよ。そんなことより温水プールだ。見つからないように用心しようね。私生徒なんだし。その力があれば怖いもんなしだって。うん、あこの画角、この画角あるぞ。すごく楽しそう。ここは彼女の悪巧みに乗ってあげよう。この画角はそうだな。行け、オッターズ。誰がいるんだろう。どっちにする？男子更衣室、女子更衣室。え？え？そこ選ばせる？いやでも男子更衣室別にどっちもどっちだよね。だって男子はネイさんがいて、女子は毎回名忘れるな。あのビクトリアがいるから、まあ女子更衣室じゃないんだって。もちろん女子。女子？へえ。温水になってっかな。大丈夫？いやでもアングルがまずいって。猫の写真ってかわいそうではあるけど。ああ、あれか、探してますね。いやこれあれじゃん、一番最初に見たじゃん。マックス忘れてんの？もうカワウソが生き残れるといいね。まあここらちょっといいかな。これを調べてる時間はないな。ゴーグル探して。まあまあいろいろありますよね。あ、これか。お、なんかあるんじゃないのこれ。レイチェルに手がかりあるんじゃないの。もう片方はどこに？ブルック。ブルックはウォーレンとドライブインに行きたいみたい。まあブルックはね、結構ウォーレン好きそうだったからな。普通に趣味も合うということでね。 T シャツ、カビの生えたシャツ、汚い。荒いよなお前、持って帰る。カスがよ。何このふかふかのタオル、欲しいな。一個ぐらい持っていってもバレねえって。海軍のフロッグマンでも育成してるの？あ、ケイト。バスの切符？逃げようとしてたの？レイチェル・アンバーみたいに。あ、これすごい手掛かりじゃない？アルカディアベイ。持たなくていいのそれ、マックス。手掛かりだよ多分。あ、ビクトリア。こういうのが見たかったんだよ俺は。ビクトリアの秘密は自撮り？うん。散々私をバカにして。いや、ダメだ。芸術家が憎けりゃ写真まで憎い。これいい写真だよ。マジいいか、いい表情してるよ。あ、落書き？俺のあれは？ロッカーは？これはひどい。アザーズイートビーバース。音楽が不穏なんだよな。あとちょっとどこでセーブが来るかわかんねえ。これか？あ、怖っ。あ、どっから来たっけこれ。あ、こっから来てこれか。
こっからか。ここはこっか。オッケーオッケーオッケー。クロエ気をつけろよ、お前。クロエ。自己顕示欲モンスターだ。あ、いけんじゃん、こっから。あ、シャワールームあるね。いいね。ネバネバしてキモい。みんな自分の石鹸を持ってくるわけだね。自分の石鹸持ってくんの？やるね、みんな。写真ポイントがあるかもしんないからな、言っちゃって。なんだこれ。ディア・ケイト。奇跡でケイトを救えればいいのに。なんかあれ、あ、レイチェル。だといいけど。行こうか、じゃあ。時間が微妙なんだよな、ただ。このやりとりが終わったらいけるかな。あ、広。なんかあるかな。ここで溺れた人はいないと思うけど。広すぎるわ、てか。これ男子でしょ、これ。あ、違うか。男子でしょ、これ。だってこれ。広すぎるって。俺、男子もいけるもん。ほんと、男子は下品だな。いけちゃうもん、ほら、マックス。あるある。マックス、ローガン。努力は認めてあげようかな。でな、俺はバカ野郎だけど、また君のことを思ってる。愛を込めて、ローガン。クロエに話したらあれかな、進むかな。よっぽど愛好心がないと、これは着れないね。見れなかっただろ、今。扉で見れなかっただろ、今。これ何これ。あ、反対側かな。電子タバコ。アイコスか。電子タバコ、流行ってるな。姉さん。姉さんいいじゃん。姉さんの処方薬。いろいろあるみたいだけど。姉さん何なんだ一体。闇抱えてそうだもんな、なんか俺。ジェファソン先生の教室で加工したんだ。でもなんで。もう気づけ、マックスもそろそろ。マックスも気づけ。キモがあるかどっちかにしろよ。ザックは不注意だな。私が見るとも知らずにさ。ザック誰だっけ。ビクトリアチェイス。ねえ、私いけないこと考えてるんだけど、いいね。今どんな格好してる。クリスタルネックレスと電話だけよ。最高、そっちはジャージだよ。ロッカールームでフットボールの上に座ってる。誰だっけ、ザックって。ザックのジャージなんか触らないよ。ザックって誰だっけ。子供の練習用だよね。わかんねえよ。名前が多すぎるもん。あ、姉さんみたいな。姉さんの処方薬、いろいろあるみたいだけど。なんで薬ここに入れてんでか。ちょっと待ってよ。終わりかな、これで。じゃあ行こうか。クロエの話したらいい感じで終わるかな。いっぱいあるんだけど、でも、ほら。もう泳いでも安全だと思ったらこれだ。なんか探するうちに探した方がいいよな。絶対これ写真ポイントあるって。絶対ある、これ写真探すとこ。ボルテックスクラブパーティーのゲストリストだ。どれどれ。あ、名前消す。何これ。あら、ごめんなさい、リストに名前がなくてよ。いい君。書いちゃったよ、追加。私の名前を見た時のみんなの顔を撮りたい。大丈夫かな、書いちゃったけど。これ行かないといけないんじゃないの、これ。周回してこいか、周回してか、クロエに話しかけよう。行き止まりっぽい。あ、またけどよかった。なんかないかな。まあ、行き止まりだ。なんかなんもないね、でも。あ、なんか、あ、違うか、ビート版か。クロエどうした？もう進めてたもん、イベント。プールの電気をつけてよ。ムードを出そうぜ。ナイトプール？いい雰囲気にしてどうするつもり？バーカ、いいから早く。いや、あんま遊ぶのよくないよ、お前。ここで帰ってればよかったものの。バカ。あ、これか？溺れたらここに来ればいいね。あ、違う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 。電気どこでつけんの？知らないよ。電気どこでつけんだよ。電気つける情報が全く入ってないわ。ちょっと待って。どこ？あっち側かな。あっち側なんかでもいっぱいなんか器具とか置いてあったからな。
あ、電気じゃん。電気じゃんっておかしいけど、電気あるよ。は？いや、ここで終わったら絶対あれじゃん、プール入るとこからになっちゃうからな。すげえキレ悪いんだけど。あ、どこでつけんの、クロエ。電気ってどこでつけんのよ。ん？違うな。どこでつけんの？教えて。おーい、電気はまだ？どこでつけんだよ。知らねえよ。この辺りに電気の制御パネルがあるはず。来ちゃった。来ちゃった。でもいっぱいあんな。ちょっとここら辺で一旦切るか。じゃあ、また一回ちょっといい感じにまたやり直して、始めるわ。じゃあ、とりあえず終わるわ。あざした。ジョイス・プライスはクロエのお母さん。5年ぶりに会えてクロエに会えた時と同じくらい感激だった。しかも懐かしいツーホエールズダイナーでの再会。食器がカチャカチャ言おうともジュージュー焼けるベーコンの匂いも全然昔と変わってない。パパとママに連れられてよく朝食を食べに来たけど、あの頃に戻ったみたいな気分だった。おばさんはクロエがどんなにいたずらしても笑ってたっけ。今のめちゃくちゃぶりはとても笑えないと思うけど、それでも軽口を叩き合う2人は今でも仲のいい母と娘って感じ。私はおじさんが亡くなってすぐにシアトルに引っ越したから、あの後おばさんがどうしてたのか全然知らない。5年間連絡しなかったこと気にせずにいてくれてよかった。最後におじさんに会った日のことは今でもよく覚えてる。おばさんはあの日のことを今もよく思い出すのかな。自分でコントロールできない心の巻き戻しは辛いよね。もしあの日に戻れたら私はどうするだろう。おばさんはなんでデイビッドなんかと再婚したのかな。2人はまるで正反対なのに。おばさんがデイビッドのことを愛してるっていうのはわかる。信じたくはないけどね。やっぱり安定した生活がしたかったのかな。クロエは明らかに気に入らないみたいだけど。デイビッドもクロエもおばさんにあまり苦労をかけてないといいな。おばさんには幸せになってほしい。